様こんにちは、モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今聖地で浄化をしております。さて、今日はひな祭りリーディングということで、運命の人のこと、結婚のこと見ていきたいと思います。はい、今日見ていくのはですね、まずあなたがこちらのねカードで全部ね、これイエスノーで出しているカードなんですね。まあイエスノーは分かりやすいと思うんですけど、例えば、まず質問をするんです。あなたは今現在運命の人に出会っているかどうか、まずここでイエスノーで引いていきます。そしてこのねダイビングマジック、これイエスっていう意味です。これね表と裏が一緒のカードで、これイエスです。そしてウェイト、これノーですね。で、あとはウェイトノー、あとレスト、これもノーです。で、これもノーで、同じ数入れてます、イエスとノーをね。なのでまずこれでね見ていきます、イエスかノーか。まずこれでごめんなさい見ていくっていうことと、じゃあもしノーだった方は、じゃあこれ大まかに今日は見ていくんだけど、いつじゃあ運命の人に出会うのかっていうことで、はい、今日の見方はですね、こちらの、ごめんなさい、こちらのカードがおおよそ1ヶ月以内そしてね、はい、こちらのカードがウィークスって書いてあるんですけど、今回は1から3ヶ月以内。はい、そしてこれがフューマンスって書いてあるんですけれども、今から1ヶ月から3、あ、ごめんなさい、6ヶ月、半年以内に出会う。そしてこちらが半年から1年ということで、まずねこれでね大まかに見ていきます。そして今日はこちらのカードで、まずあなたがねここでねノーって出たら、こちらのカードであなたの出会い運を12ヶ月で見ていきます。で、出会い運を見ていくんだけれども、やや恋愛運にも連動してるかなって思うので、こちら恋愛中の方でも見ていただいてもいいかなってまず思います。ただリーディングはどっちかっていうと出会い中心に見ていきます、これからの12ヶ月で。そしてこちらのカードでは、今度はあなたのじゃあ結婚の時期をズバリ12ヶ月で見ていきます。なのでなんかね、もし例えばこちらのカードでイエスって出て、もう結婚のことが知りたいっていう方は、こちらのもう結婚の候補ことに飛んでいただいてもいいし、あ、恋愛の流れから結婚の流れになるのであれば、どちらも見たいっていう方ももちろん OK だし、もしこれこちらのカードでねノーって出たら、じゃあ運命の人とはいつ出会うの？そしてその人ともしかしたらね、なんかこうすぐに結婚の話とかね出るかもしれないしっていう見方で見ていただいても大丈夫です。 OK ということで、はい、じゃあまずね、さ、選んでいただきたいのが、はい、いつものようにクリスタルカード、はい、こちらのカード出していきます。はい、1番の方、
しよう、カードがねポロンと落ちたんだけど、もうちょっとシャッフルしましょう。はい、じゃあ3番の方。はい、じゃあね、こちらの中から今日はお選びください。一番左の方、はい、一番左の方が1番、真ん中の方が2番、そして一番右の方が3番となっております。じゃあね、開いていきます。はい、1番の方。はい愛される喜び。はい、これ1番の方です。なんかね、やっぱ恋愛でピンクって嬉しいですよね。はい、1番の方。そしてね、2番の方。はい、ハートの奥にある願望を現実へ。はい、こちらが2番の方、ね、これも綺麗なカードです。はい、2番の方。そして3番の方。はい、またこれもねローズです。愛に包まれる。はい、じゃあね、今日はこの3択で、はい、こうピンときたものを選んでみてください。まずあなたが運命の人に出会っているかどうかというところから今日は見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番の方見ていきましょうね。まず今現在あなたが運命の人に出会っているのかどうか、さてどうでしょうね。今さっきね、私もなんか自分でちょっと予行練習でねやってみたらノーって出たあ、そうなんだと思ってあ、じゃあこのカード引きます。はい、じゃああなたが運命の人に出会っているかどうか、イエス。おー、出会ってるって出たね。うーん、出会ってるって出たね。うーん、おー、すごい。よいしょ。そしたらこれまず出会いでイエスが出たら、うん、ね、じゃあちょっと大まかに、じゃあね、結婚の時期、まあこれね1年以内でカードがねどれか出るようになるんだけど、まず大まかな時期、じゃあちょっとね、結婚の時期とか結婚の話が出る時とかね見てみましょうか。うん、はい、これお近いうちって出てるよ。この1ヶ月か、素晴らしいねうん、そしたらね、はい、まあこれでちょっと今日ね恋愛の流れとあと結婚の流れっていうことでカードをじゃあね展開させてください。うん、もうちょっとすごいね。シャッフルしていくんだけど、シャッフルのところはねちょっと一旦止めますね。ちょっと待ってください。はい、じゃあねシャッフルしたので、はい、これをね3つに、よいしょ、さて分けていって、はい、じゃあ見ていきましょうか。うん、じゃあねあなたの恋愛運から、素晴らしい太陽ですよ。はい、ワンドのナイトのリバース。お、タワーが出たね。はい、ワンドの6。うん、審判のリバース。ワンドの4、ソードの4のリバース、ソードの10のリバース。はい、コインのキング聖地。よいしょ。はい、カップのページ。はい、ソードの5の正位置。
ソードのナイトのリバース、はい、死神の正位置。はい、まずこれね、あなたの恋愛運ということで、今ねカードをね見ていっているんだけど、さて、まあね、今これね、ひな祭りリーディングということで、うん、今見てるからね、まあ、ここ3月なんだけれども、ちょっと待ってね、うん、まずねこのカードね、先ほどもね約1ヶ月っていうことでね言ったんだけれども、今のところ3月がね、今回ね審判のねリバースが出てるんですよね。うん、まだね、確かに、あ、確かにね、これね、これ結婚っていう意味があるので、確かに結婚の話って出る可能性は十分にある。でもなんかね、まだこう具体的な何かっていうことではなく、なんか将来こうなったらいいよねみたいなっていう形の話は出る可能性があるのかな。でもなんかその時はなんかこうそれが出て、このカード曰く、まあそれはそれでね、なんかこう二人の希望をこう言い合うような、そういう感じなのかなっていう気がね今ねしています。でね、お相手様とあなた、あ、どちらかな、なんかこうご実家、うん、なんかご実家に例えばトラブルだったりとか、住んでる家になんかこうトラブルっていうことがなんかね考えられているんだよね、家のところに。うん、でもね、恋愛のところ、恋愛の部屋にカップのページ、これね、もうなんか恋愛で幸せだったりとかね、幸せな気持ちとか、こう、なんかね、ラブラブなんだけれども、お互い思い合う気持ちを忘れない、初心を忘れないっていう気持ちもあって、なんかこう、ね、こんなにこうラブラブなのにもかかわらず、お互いすごく思い合ってるんだなっていうのがまずわかる。で、それプラス、ここのね、5番目の部屋。1、2、3、4、5番目。ここの部屋っていうのは、恋愛とか子供とかを表すところに、カップのページが出ていて、なおかつ1年を象徴するところに太陽が出てるから、もしかしたら、あなたとお相手様っていうのがね、こう、授かり婚の可能性もあるのかなっていう感じがする。なんか子供とか赤ちゃんとか、なんかね、そういうことが出ていて、で、本格的にあなたとお相手様の結婚の話が出るのって夏なんですよね。獅子座の季節。ここにね、ソードの4のリバースが出ていて、なんかもう休憩時間は終わりだよって感じで、さあ行こっかみたいな感じで三井久志みたいまあいいや、ごめんなさいみたいな感じでね、なんかさあ動こっかみたいな感じで、なんかね動きがあるのがここ8月からかなっていう感じがね今ねしています。そして恋愛なんだけれども、なんか4月少しね緊迫した感じになるかもしれない。なんかお互い本当はなんかね、こう、優しくて思いやりがあるお二人なんだけどね。うん。なんかね、あなたの気持ちと、お相手様の気持ち。あ、ここで少しね、結婚に対する温度差があるのかな。うん。あなたはね、結婚したいって言ってるの。で、お相手様はね、まだね、白黒をね、ちょっと今はつけたくないっていうところがあるのかな。その温度差がね、もしかしたらね、少しあるのかもしれない。そして、3月。なんとなくね、結婚の話がね、出るかもしれないんだけど、ちょっと4月ね、ぎくしゃくしてしまうというか、素直になれなかったりする可能性があるかもしれない。でも5月、本当にね、こう新緑、初夏、そういう感じでね、なんかこう爽やかなデート、なんかようやく5月になると、
状況が元に戻ってくるのかなって気がする。ただ、6、7。なぜか2人の間で、これが、まあ先ほど言った実家とか住んでるところのトラブルとかの可能性がね、あったり、予期せぬハプニングっていうのが6月、7月出てるので気をつけてください。でもね、8月から、なんかもうビビビーっていう風な感じで、こうお二人の関係がね、こうグイグイグイってこういい方向になんかね進んでいくなーっていう風な感じがね出ています。出ている。もうここのカードが1年を象徴するカードがね、もうズバリこれ祝福される恋愛とか結婚とかプロポーズとか、子宝っていうのを表す意味が、正位置でもね、もう出てるからね。もうお二人が結婚にもう向かうだろうとは思います。ただ、向かうまでに、まだあなたのお気持ちとお相手様のお気持ちに、ちょっとね、温度差があるのかなっていう感じがする。で、とにかくこの6、7、この時はね、少し要注意です。感情的になりすぎたりとか、無理やり白黒をつけたりとか全然しない方がいいです。焦らないでねっていう感じがする。もしかしたら5月ぐらいに、もしかしたらなんだけど、なんかね、こう赤ちゃんのことがわかるとかね、そういう人とかもいるかもしれないです。その後、こう2人ともちょっとこうね、パニクってしまってみたいなことがなんかこうあるかもっていう可能性もあるのかな。でも8月からっていう感じで流れは、なんかね、穏やかないい方向に、そして結婚に向かっていくのかなって気がする。じゃあ次、結婚のこと見ていきます。はい、じゃあカードシャッフルして、していきましたので、はい、見ていきます。お、ここでセパレーションが出たね。はい、こちらのカード、はーい。はい、そして、おお、すごいね、結婚のところに。お待たせしました。もしかしたら1番の方ってすっごくラブラブかもしれないんだけれども、もしかしたら複雑な関係の人っているのかなって思ったり、例えばね、お相手様にどなたかがいたりとか、奥さんがいたりっていう人もいるのかなっていうふうに思ったりもしました。思ったりもしたんだけどね。ズバリこれね、プロポーズの時期は、すっごくいいカードが出てるのが、ここ、まずここね、トラスト。ここっていうのは、ここ1番目の部屋なんですけど、1、2、3、4、5、6、7番目。ここの7番目っていうのは、まあ結婚とかね、婚約とかパートナーっていうことを表すんだけれども、今回結婚の部屋にトラスト出てるから、もう2人のご縁ね、むちゃくちゃ強いです。今さっきね、ここのカード、タロットで見たときは、審判のリバースっていうカードが出ていたんだけれども、ああ、もうお二人はね、もうここ結婚を表すところでこのトラストが出てるから、本当にお二人むちゃくちゃ大切に愛し合っているとね、思います。そしてね、やっぱり3月なんかね、話がね出る可能性はあるかなって思っていて、そしてね、ズバリ、まあ結婚の時期とかプロポーズの時期っていうことを見てると、この、やっぱ8月なんですよ。8月。8月か12月。ここでね、もうなんかほら、なんかプロポーズっぽくないですか。そうね、男性が膝をついて花束を出してみたいな。
告白とかプロポーズもこれが8月ね。そして、そう、これもね、あなたが本命ですっていう意味。これが12月として出てるので、私はね、まあ3月、今月と、あとはね、この8月と12月。この時期があなたとお相手様のこう結婚の話が出たり、プロポーズをされたり、もしかしたら、本当にね、結婚するっていう人もね、いらっしゃるのかなっていう感じがしました。でね、一年を象徴するとこに、ここね、セパレーションっていう、なんかね、寂しいカードが出ました。これね、私は今回これアドバイスとして見るんだけれども、なかなか例えば会えなかったりとか、遠距離になってしまったりとか、する人がね、もしかしたらいるのかなっていう感じです。離れるじゃないです。全然離れない、離れない。離れないしね。ここはね、大丈夫なんだけれども、ちょっと物理的な距離ができてしまったり、寂しい思いが、をね、お互いにする可能性があるのかなっていう感じがしていて。で、待つ。そしてね、11月、これね、まあ時期で言ったら11月なんだけれども、少しこれ気をつけてねっていう、慎重になってねっていうカードなんですよね。で、こちらのカード、ここの部屋っていうのは、11番目の部屋で、友達、プライベートな友達っていうのを表すので、何か、その友達、を交えたお相手様とのこと。ちょっとここね、要注意って出てるので、まあ、注意を払ってた方がいいのかなっていうのがね、11月です。11月。で、あと気になるのは、まあ、7月、7月ですね。この時に、あなたもしくはお相手様に、こう、家庭のトラブル。今さっきもね、なんか出てましたよね。だからもしかしたら、こう、ご実家かなとか、こう、家っていうところで、何らかのね、問題が、夏ぐらいに出るかもしれないんだけど、まあ、解決できるからこそ、あなたに。例えば告白とかプロポーズっていうのが8月と12月に出てるのかなって感じです。そしてね、もう一度言わせてください。あなたとお相手様の結婚のご縁、トラストです。本当に信じ合ってるお二人、ご縁が強いお二人、このように出ています。はい、あなたはね、もう運命の人に出会っていて、もうそれもね、一番すごいカードが、今回このような形で出ました。これが一番の方のリーディングとなります。よかったら参考にしてみてください。モーセ姫でした。はい、じゃあ2番の方。あなたが、じゃあ今現在、運命の人に出会っているかどうか。見ていきましょうね。もうちょっと今ね、目を閉じています。さあ、こっちかな。ちょっと待ってね、いかん。今ね、2枚取ったのでね、ちょっともう一回。ちょっともう一回目を閉じて、あなたが、2番のあなたが運命の人に今現在出会っているかどうか、これです。はい、開いていきます。イエス。アポストロフィーイエス。これむちゃくちゃ強いイエスなの。おー、出会ってるね。わお。そしたら、
じゃあちょっとね、結婚の時期ね、先ほどの4枚のカードで、まあちょっと見てみましょうか。まずはね、おお、よかったですね。むちゃくちゃ力強いイエスか、すごいな。はい、あなたのまあ結婚の話がね出るとかね。はいはい、今からね半年から1年後うんに出るって出た。よし、 OK です。そしたらね、まずはあなた、よいしょ、こちらのカードでね、まずはあなたの恋愛運の流れをまずこちらのカードで見ていきたいと思います、ね、じゃあちょっと開いていきましょう。はい、デビルのリバース、ワンドの8、正位置。はい、コインの5のリバース、忍者のリバース、おう、ワンドのページ、正位置。はい、そして、はい、カップの8が出て、フールが出て、おー、すごい、カップの10だ。で、結婚のカードが出て、うん、カップのナイト、これもすごくいいカードです。そして、コインの9のリバース、バンドのクイーンのリバース、ソードの6のリバース、はい、ソードの4のリバースが出た。はい、結婚の流れ、あ、これ恋愛の流れね。恋愛の流れで見ていると、まずね、思ったのがね、あなたとお相手様のお互いの気持ちの温度差なんですけれども、お相手様の気持ちの方があなたに強いです。あなたがね、これはなんかね、隠し事をしているとか、あなたが、とかこう本音を打ち明けられてないとか、なんか自分の心に鍵をかけてるような、そんな状態。本当にね、こうなんかこう言えてないことがある、伝えてない、伝えられていない、あえて隠してるのかね、なんかね、そういうこう心の壁っていうのをあなたが持っている。あー、でもお相手様すごく素直で、なんかこういい意味で分かりやすい方、とても直球ですね。あなたのこと好きって言ってますよ。そういう意味ではなんかお相手様のお気持ちの方が私は強いのかなっていうふうにまず思いました。そしてね、今さっき、ここでね6ヶ月から1年っていうふうに出たんですけれども、この夏あたりになんか結婚の話出てきそうですね。なんかお盆の時とか、もしかするとご両親に挨拶例えば行くとか、なんかそういう話になったりとかしていく可能性もあるのかな。そしてなんか12月になんかね物事が急展開っていう風な形が出ています。でね、恋愛の流れなんですけれども、4月、来月が特に、これお互いかもしれないんですけれども、仕事に忙殺されるって出てるんですよね。とても仕事が忙しくなる。だからね、そういう意味で少し心の余裕が4月はなくなっていくのかもしれないですね。4月、そして5月、6月、もうそうね、なんかね、これね、すごくこれお金のカード、物質のカードがねすごく出ていて、なんかあなたがこう満たされていないとか、なんかあの人の愛をなんかこう会う回数とか、なんかこう連絡の回数とか、すぐ返信をくれるかとか、例えばいいレストランに連れてってくれるかとか、なんかそういう、こう目で見えるものであなたが
こう考えすぎちゃう部分がもしかしたらあるのかもしれないです。うん、もしかしたらね、そういうのがあるのかな。うん、まあ特にこのね、まあ時期で言ったら5月、6月。でもね、7月からすごく、状況が良くなります。なんかこう、一気にこう、穏やかな。こう、幸せに満ち溢れた。なんかね、すごくこう、関係性が変わるんですよね。波が変わるって感じです。夏からすごく変わる。変わっていって、ただ、ここのね、10月。まあ、空10かな、空10。まあ、空10あたりが、少し、こう、お二人の間に、こう、距離ができてしまったりとか、なかなか、こう、会えなくなったり、する可能性もあるのかな。なんかね、ここでね、とてもいい流れになってるので、こう、特に9月は、秘密とか、を作らずにできるだけオープンに会話していくことが鍵かなって。そうするとこのね、ここの未来ももちろんね、変わっていく可能性ある。なんかキーは9月っていう感じがします。コミュニケーションを活発にすることが大切かなっていう感じでね。まあそうで、12月にはもうなんか物事が本当に急展開でバタバタバタみたいな形でなんかね、動いていくようなそういう流れが出ているので、12月、1月、2月、まあもうすごくね、こうなんかね、優しいロマンチックなそういう流れにまずなっているよっていうのが、これがね、恋愛の流れ、恋愛の流れでも結婚のカードが出ていましたので、じゃあ今からズバリ結婚のことを見ていきたいと思います。はい、ズバリじゃあこちらのカードで結婚のこと見ていきたいと思います。はい、まず、おお、はい、ハートトゥーハートカンバセーション。やっぱ会話がね、鍵って今さっきから出るんですよね。はい、そして、お、コーリングインはソウルメイト。はい、そしてこちらのカード、はい、ニューラブ。はい、デセプション。ファイナンス&キャリア。やっぱちょっと仕事も忙しくなるのかな。はい、ロマンチックフィーリングス。やっぱ来年の2月いいですね。ウェディング出た。わー、出たぞ、ウェディング。すごいね。もうここは、時期で言ったら5月なんだけどね。ここの部屋って、で、恋愛の部屋なんですよ。だからもうお二人は恋愛結婚、恋愛で終わらなくて結婚まで行くって出てる。すごいね。はい、おー、すごいね。よいしょ。はい、ケミストリーも出ています。おー、いや、いいですね、とても。まずね、はい、こう1年のね、アドバイスとして、お二人がね、この会話、それもきちんとこう本音で話すっていうこと、それがとても大切。なんか電話で話す、 LINE でテキストでするとかじゃなくて、フェイストゥフェイスの会話、本音の会話、これが大切だよっていうことで、まずアドバイスで出ています。まず出ていてね。でね、あの人なんだけれども、あの人はね、こう、あなたがね、本音で会話してないこと、あの人は気づいています。なんかね、あれどうしたんだろうみたいな。なんか言いたいことあるのかなとか、何か隠し事あるのかなっていうことで、あの人は気づいています。こう、仮面をね、もう外してみたいな。ね、僕、もしくは私に、本音をぶつけてっていうことをあの人がね、言ってるんですよね。言っていて。で、あなた、ね、これあなたを表すんだけど、あなたは、あの人からのなんか、ね、プロポーズ、告白、待ってるっていう感じですよね。
なんかこう、だからなのか、こう、うまく本音をね、伝えることができていない。なんかこう、こういうことは言っちゃいけないみたいに思ってる部分があるのかなっていうふうに思ったんだけれども。お二人の間で、夏、7月。7月には2人のこのね、問題が解決できるって出ていますね。出ていて、そして、このね、7月、8月、そうですね、7月、8月っていうのは、あなたがこう待っていたものが来るっていうことで、なんかこのね、やっぱ今さっきもね、今さっき7、8が良かったか。で、今回ね、8、9っていうのが、なんかこう、ズバリ。こう、あなたに、こう、指輪を送ったり、送られたりっていうことで、あなたの思いを、あの人が受け止めてくれるのかなっていう、そういう感じがしました。そして、もうこのね、もう12、1、2、もうで、5、いやもうすごいいいカードがね、出ましたよね。まあ、1月、2月。もうこれね、来年の1月、2月なんだけれども、来年の1月、2月には、またね、ここでもまあ、指輪のカードも出てるんだけれども、なんかこう、本格的に2人の、こう、例えばこう、結婚式の準備だったりとか、結婚のこととか、そういうことがどん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 進んでいくんじゃないかなって感じがします。例えば、家を選ぶとかね。そういう形にもなっていくと思うし、で、まあ本当にすごいなって思ったのが、ごめんなさい。恋愛を表すところに、二人に結婚っていうカードが出てるので、もう一回言うんですけれども、お二人は、恋愛で終わるのではなく、恋愛から結婚につながっていく人。時期で言ったらね、これは5月なんだけれども、今回私はね、ちょっとここに関しては、時期っていうよりも、お二人が結婚のご縁がしっかりとしっかりとある人っていうことで、私は今回、このカードを読ませていただこうと思います。なので、夏。そして来年の1月、2月、これがあなたにとっての結婚の時期、プロポーズの時期、そのように感じることができました。はい、以上となりますが、いかがでしょうか。ねえ、なんかまあ、今さっきのね、こちら、ねえ、すごくいいカードも出ていますので、ね、運命の人にもすでに出会っているようです。はい、これが今回2番の方のリーディングとなります。よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあ3番の方、お待たせしております。あなたが今現在、運命の人に出会っているのかどうか。見ていきたいと思います。こちらのカードには、まあ、イエスかノーかのカードが、まあ、これだけね、今、用意しているんですけれども、じゃあ、ちょっと今から目を閉じて、はい、じゃあ、1枚選んでいきたいと思います。あなたが、運命の人に、今現在、出会っているかどうか。これです。はい、じゃあ見ていきます。さあ、どうでしょう。イエスか、すごいなあ。マジですか、すごいですね。ねえ、イエス、ノーね。ねえ、なんかね、すごいね、今日ね。わお。いやー、驚いてます。すごいな。じゃあね、結婚の時期を、
まあこちらでまず大まかにちょっと見ていこうかな。ですね、はい、じゃあ3番の方、まずね、あなたのこれから1年の恋愛運を、はい、じゃあこちらのカードで見ていきたいと思います。恋愛の流れ見ていきましょう。はい、まずね、ソードのキングのリバース、お、ラバーズ正位置、はい、ワンドの5のリバース、おお、運命の輪、はい、そしてソードの2、はい、カップの4のリバース、おお、すごいね、ワンドのエース、はい、ワンドのキング、セイジ、ソードの8のリバース。なんか先月しんどかったんですかね。うん、なんかすごく悩んでたようなね、ものが見えるんですけれども、マジシャンすごいですね。はい、わー、カップのキング、すごいね、キングのカードが3枚出てる。うん。はい、そして女教帝のリバースと、ワンドの7。はい、まずこれがね、あなたの恋愛運として今ね見ております。はい、まず思ったのがね、あなたのお相手様に対するお気持ちと、お相手様のあなたに対するお気持ち、ここでね今少し私は温度差を感じました。あなたはお相手様のことが大好きで、こう早く一緒になりたいとか、もっと近くなりたいとか、まあ結婚したいとかね、そういう気持ちをあなたはすごく思っている。でもお相手様っていうのは今の距離がちょうどよくって、まだ次の段階に踏み出す勇気はないっていう感じがする。なんか冷静に今の現実とか、今のお二人のことをこう見ている。不満はないです、不満はないんだけれども、どっちがお気持ちがね強いかっていうと、あなたの方がね今はお気持ちがね少し強いのかなっていうふうに出ていて、で先月の2月がね、ソードの8のリバースが出てたから、ちょっとこれ随分辛かったんじゃないかなって気がするんですよね。うーん、辛そうな気がする。そして今は3月、もし今でもね少し喧嘩中ですとか、3月の第2週以降から2人の関係はまたね、穏やかな幸せな方向に向かうような、なんか2月に比べると、もう3月の方が間違いなく幸せです。で、幸せで、この幸せな状態が4月5月というかね、いいですね、恋愛運ね。ここのね、今マジシャンが出ているところ、ここがね、1、ここ1番目の部屋です。1、2、3、4、5番目、この5番目の部屋って恋愛運を表す部屋のところにマジシャンの正位置が出ています。こうお二人がねとても気があって、趣味とかも合うし、なんか一緒にいてすごく楽しい。なんか1たす1が本当こう3にも4にもなっていくような、そういう関係っていうことが出ています。だからきっとね、とてもとてもワクワクする、楽しい
エキサイト、あ、エキサイティングっていうね、そういう感じがね、するので、とてもね、いいものがね、まず出てるんですよ。でね、まあ、恋愛の流れで言うと、3月の第2週から、3月の第2週以降から良くなって、そしてね、4月、5月って、いろんなとこ遊び行ったりとかね、なんかこの2月とかに比べると、本当にとても幸せっていう状況になっていくのかな。で、ただね、6月が少し、まあ、喧嘩とか意見が食い違ったりとか、なんかぶつかったりする可能性があるかもしれないから、6月は要注意です。特にね、家デートの時、こう、あなたの家、もしくはあの人の家、なんかその、いわゆる外じゃなくて家の中でのデートの時に、なんかこう、いろんな、こう、問題じゃないんですけれどもね、そういうものが出てくる可能性があるので、6月はそういう意味で気をつけてください。でも、もったこの789もいいですね。あ、すごいですよ。ねえ、あの人の方がなんか燃えるって感じですね。あなたに対して。今、あなたとあの人の温度差は、あなたの方が強いんじゃないかなって思ったんだけれども、あの人の方が、このね、ハートがどん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 こう強くなって出てくるような感じ。そして、この8月9月、なんかすごく新しい始まりとか、こう2人の関係が大きくポジティブな方向に変化していくって出てるから、なんかこの時期もすごく楽しみですし、あとね、この12月もね、ラバースがね、正位置で出てますね。いやー、もうこれ本当ラブラブです。今からまたね、他のカードで見ていくんですけれども、なんかこう、本当にこう、もうなんか本当上昇気流って感じですね。すごくいい。でね、あの人、これあの人のことかなって思うんですけれども、ややもう優しい人ではあるんですけれども、なんて言うんでしょうか、こう時々あなたのこう気持ちを分かってくれない時があるというか、なんか理系すぎるというか、理性的すぎる部分があって、あなたが少しこう寂しくなったりする部分もあるかもしれない。もしかしたらこれがね、逆のパターンもあるかもしれない。なので、もしあなたがそういうタイプであれば、あの人の感情をもっとこう、細やかに分かってあげるようにするといいのかなっていう感じも出ています。っていうことで、この恋愛運ね、いやいや、いいですね。あとね、まあ今ね、6月が、まあ、近い未来ではね、ちょっと喧嘩とかに気をつけてねっていうのと、あと11月、まあ、少しこう、お互い背を向けるというか、こう、寂しい気持ちになったりとか、なんか一緒にいても寂しいみたいな、そんな感じが、もしかしたら出てくるかもしれないけど、もう12月には、またね、ラブラブな、2人に戻ったりっていうことが出てるので、じゃあ今からズバリ、今度はね、結婚のことを見ていきたいと思います。はい、じゃあね、3番の方、じゃあ結婚のことを見ていきます。はい、まず出たこちらのカード。はい、そしてプレイフルネス。はい、バースウェイト。そう、おー、トゥルーラブ出ました。すごいね。おー、トゥルーラブとトラストか。すごいな。ここのライン、むちゃくちゃいいですね。はい。ベリースーン。はい。はい。むちゃくちゃラブラブのカードですね。はい、リトリート。はい。4月か。はい。アトラクションと、チルドレンが出ましたね。はい、お待たせしました。まあ、今回はね、こちらのカードは、ズバリ結
婚っていうことでね、見ているんですけれども、結婚を表すところがね、ここなんですよね。まあ、ここの部屋が1番目の部屋なんですけど、1、2、3、4、5、6、7番目。ここの部屋が、まあ、結婚とかパートナーとかを表すところに、トラストです。もう2人とも愛し合って信じ合ってる。もうすごいですね。そしてね、これね、なんかお互い、これ結婚に対するこう気持ちとか、をね、見てるんですけど、なんかこう、お互いに、いや、すごいですよね。なんかもう同じ構図ですよね。なんかこう、あの人に、なんか任せてていいのかなって気がするんです。なんかあの人も、なんかいずれこう自分でね、こう指揮を取っていきたいっていうか、あなたをリードしたいっていう感じに見えるし、もうあなたももうなんか身を委ねてますよね。心も体もあの人みたいな感じで。だからね、お互いにすごいこう深いところで、私は信じ合ってるお二人。で、結婚にこれも行くよねって感じです。このね、この中心のカードも、もうなんかこう、ね、あなたが本命ですっていうカードで、天使さんたちがね、応援してくれていて、なんかあの人がシリアスな顔で、あなたにこう告白してる、プロポーズしてるっていうことが見えるので、やっぱりこの一年で、やっぱそうなるのかなっていう感じがね、まずして、いやー、とにかくここのラインがすごく素晴らしいです。で、プロポーズ、やっぱりね、このね、なんかね、時期がね、7、9、10。このあたりがね、すごく可能性高いのかなと。あと来年の2月、3月。にはなんかこう、もうなんか、ね、子供のカードも出たので、もしかしたら、お二人にね、嬉しい知らせが来て、こう人によってはこう授かり婚的な人もいるかもしれないし、いるかもしれないし、なんかこのね、まあこれね、3月今ね、なんだけど、私はこれはね、来年っていうふうに見ています。来年の2月3月にはもうなんかもうむちゃくちゃ新婚みたいな感じがしますよね。なんか超絶ラブラブな感じで、そんな感じがする。もう来年の2、3には、なんか、一緒にいるとか、結婚してるとか、そんな感じなのかな。そんな感じなのかなって気がね、する。なんかね、いやー、すごくね、素敵なカードが、ものすごくね、ものすごくね、出ていますね。で、ね、先ほど選んだカードでは、あなたは運命の人に出会ってますかって言ったらイエス。そして結婚はっていうと、半年から1年以内っていうのがね、出ていて、本当こう来年の今頃はっていう感じがすごくいたしました。はい、これがね、3番のあなたへのメッセージとなります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。こちらはおまけの内容となっております。ネタバレが含まれますので、1番か2番か3番か選ばれた方のみ 見てください。というのも、今日ね、まあ、こちらのイエスノーカードで、ね、こちらのイエスノーカードで、ね、イエスかノーかを3択でね、見たんですけど、皆さんね、驚いたことに運命の人に出会ってるって出たんですよ。だからね、出会いで見ようと思ってたんだけど、出会い運じゃなくて恋愛運になったんですよね。恋愛運と結婚運を今日見てたような形だったので、私出会ってないよとか、別れたよとか、
私は本当に出会い探してるっていう方もやっぱりね、いらっしゃると思うんですよ。なので、今日はね、ちょっとこちらだけなんですけれども、あなたの出会い運を見ていきたいと思います。はい、こちらカードシャッフルしてます。カップの4のリバース、ワンドの4聖地、はい、コインの3のリバース、ソードのページ聖石、はい、ソードのクイーン聖地、フールのリバース、カップの10のリバース、コインの9のリバース、ソードの10のリバース、カップのエースのリバース、ワンドの5のリバース、コインの8、正義のリバース。はい、お待たせしました。はい、これでね、今あなたの出会い運ということを今ね、見ているんですけれども、ですね、なんかこう、このね、今ね、先月の2月のところを見てると、なんかね、もしかすると、お別れした人とか、お別れを決めた人、もしかしたらそれを、ね、言われた側の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、なんかね、覚悟したとか、離れたとか、別れたとか、距離を置いた、置かれた、こう、そういう感じがね、2月に見えるんですね。そして、3月の今のあなたの状況を見てると、少し吹っ切れてるような気がする。こう、今は恋愛っていうよりも、なんか自分磨きとか仕事とか、なんかそういうことをね、頑張っていきたいな、みたいな。もしあなたが今ね、女性であれば、男なんていらないっていう感じで思ってる部分もあるかもしれない。なんか逆に、だからこそかな。なんか逆に知的で色っぽさ、セクシーさがあるな、そういうふうに見られてるんじゃないかなっていうふうに思いました。でね、今はね、あなた自身、私はこう、とてもこう、吹っ切れてるように見えている、強い部分もあるかもしれないっていう感じがするんだけれども、なんかね、この辺りね、ずっとリバースがね、並んでるんですよね。4月5、そうね、4月5月、この辺りはね、なんか私は、このなんか、ちょっと恋の別れとか、そういうものを今私2月で感じているんだけれども、なんかその波がね、この4月5月あたりにちょっと来そうな気がする。今あなたはいわゆるこう強いとか、あ、私も大丈夫とか思ってるかもしれないけど、この4、5でなんかいろんな感情とかがなんか溢れ出て、こうなんかね、情とかね、いろんな思い出とかがこう出てくるのかなって感じで、なんか新しい出会いっていう感じではね、ないような気がするんですね。そしてね、出会いでね、今ね、見てるんだけど、このね、そう、5月までがね、ちょっとね、確かにこう、あなたの、まあ私はこれがね、涙に見えるんですよね。涙がポロ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 。こぼれてるように私は見える。でも6月ぐらいから、まだね、こう、バーンってした。なんかね、大吉っていう風な感じではないんだけれども、まあ6月、7月、8月。なんかとりあえずこう、気持ちが前向きにはなるのかな。新しい誰かと出会いたいとかね。そういう感じにはなるのかなっていうのはね、出ています。だからいろんな、例えば飲み会だったりとか、アプリだったりとか、そういうところでのきっかけはあるのかなって気がするんです。ああ、でもね、本格的に良くなるのが、このね、9月からなんですよね。9月、
12月っていうのが、こう私はあなたがこうようやくこうなんて言うんでしょう、こう心もこう吹っ切れて新しい人に行けるっていう、そういう感じがします。夏もね、出会いはあるんですよ。うん、これは決してないことではないです。本当ある意味こう5月であなた自身の気持ちがね、きちんとこう切り替えができたら、あの未来はここで変わります。ここで変わって、あのここのね、未来が正位置にね、どんどんね変わっていく可能性はある。そうすると出会いっていうのはもう6月からあるよっていうことをあなたにお伝えすることができる。なので5月、今はね、もう一回言います。今はあなた自身がね、すごくすっきりしたとか、なんかね、まあ、あなたが女性であれば、あんな男と別れてよかったみたいな、こうそういう思いがあるかもしれない。そしてもう仕事頑張ろうみたいな、そんな感じがあるかもしれないけど、なんかね、この辺りでちょっとモヤモヤっとしたものが出てくるのかもしれない。でもしっかり泣いて、なんかね、その時の感情をきちんと受け止めるっていうのも私は大切なことだと思っています。なのでこの4、5でこう断捨離ですね。こうね、お相手様との前彼、前彼女、いわゆる前の奥さん、前のご主人、ね、いろんな別れが、とか前好きだった人とかね、こういろんな別れがあると思うんですけれども、こう4月に関しては、こうあなたのこう心の整理、なんか物を捨てるとか、思い出のものをきちんと処分するっていうことをしていくことがいいのかな。そして5月に関しては、あなたの感情を整理する。なんかこう、音楽をね、聞く、本を読む、ドラマを見る、こうあなたのこう涙とか感情とか悲しみとか辛さとか、そういうものを全部こう吐き出す。それが、そうすることによってあなたのこの涙がね、浄化に変わって、そしてもしかしたら本当に6月からあなたの未来はブワーって変わっていくのかなっていう感じもしています。なのでこのね、私はこの4、5の過ごし方によってあなたの出会いが9月から来るか、それとも6月から早速来るかっていうところにかかってるのかなって感じです。というかね、この8月がね、すごくね、結婚にプラスにつながるような出会いっていうのが出てるんですよね。なので8月までにはあなたの心整理して、前向きにこの出会いを受け取っていただきたいなっていうふうにも思っています。こう家庭とか結婚とかね、こう幸せな家庭なんですよね。でね、12月もね、そういうカードが出てるんですよ。とっても相性ぴったりの人とこう家庭を築けるとか、だからね、結婚っていうことを見た時にはこのね、2枚のカードがね、出てるので、できればこの8月の出会いと、そして12月の出会いとっていうのはぜひおすすめしたいです。でも今のところ、まあ3月ね、今もね、決して悪くはないです。でも3月とあと5月の過ごし方によって6、7、8もあなたの出会い運のプラスとして考えられるかもしれないし、そうじゃなかったとしても9月そして11、12っていうのは出会い運がいいよっていうこと出ています。11月は職場の人かな。で12月はね、なんかね、こう本当こう家庭的な人って気がします。
こう華やかさとかはないかもしれないんだけれども、一緒にいてほっとするとか、なんかこう居心地の良さ、それを象徴するカードが出ています。はい、これがおまけということで、今日はリーディングさせていただきました。どうぞどうぞ頑張ってみてください。応援しております。モーセ姫でした。